ちは。宇多川さん、すみません、はい、すみません早い。まあそうですね、年末年始になってくるとやっぱりその年の反省というか、そう、こんな1年だったな、自分はこんな発言したなとか、こんなことあったなとか振り返りますけれども、どう、でも俺は今謝ったのは選手を代弁して謝ってるからね。あ、選手、選手を代弁して、それはもちろんそうだよ。だから活躍した選手、うん、今年ブレイクしそうな選手をピックアップしてあげたんだけど、はい、そうですね、シーズン前に、まあ活躍した選手もいるよ、もちろんそうですね、もちろんね、はい、まあだけど活躍しない人も、うん、一軍登板なしとか、はい、一軍に3回も来なかったとか、はい、しませんでした、はい、で、まあ、俺が謝ってもしょうがない。そう、そうです、ゆたかさん謝ってもしょうがないですよね。ゆたかさんはあくまで期待してたわけですから。あ、もちろんそうだ、はい、ただ動画っていうのは残ってるもんでね。そうだね、消した、はい、消してないです、回り続けてます。ああ、そうだな、ぜひそちらも合わせてこちらも見ていただけると嬉しいんですが、はい、そうです、今日はゆたかさんが今年ブレイクしそうだというふうにシーズン前に挙げていた選手たち、はい、一体どうだったのかという答え合わせです、はい、投手編と野手編で分けていたんですけれども、はいはいはい、まずは投手からいきましょう。まず巨人、はい、井上温大投手ブレイクしそうと挙げていました。コメントです。先発で起用すべきだね、原監督なら同点に入れるだろう。というわけで4試合に出て0勝1敗、防御率 10.95。 何やってんだったんだ札幌でさ、おととし去年かオーストラリア戦とかね、はい、強化試合があったんだけど、その時にいいピッチングしたんだよ、うん、でまあ、相手が相手だっていうこともあったんだけど、はい、まあ、投げてるボールっていうのが素晴らしかったし、何がダメだったのかなと思ってさ、あれ去年でしたっけ、シーズン中プロ初勝利を挙げたのってあれ去年ですよね、確かね、か、そうですよね、はい、そういうのもあったので、やっぱり今シーズンきっとブレイクするだろうっていうふうにで、キャンプも見て、はい、ああいいなと思ってたんだよね、うん、でなかなかチャンスがないしさ、はい、まあ、チャンスっていうのは良かったらね絶対監督っていうのはくれるから、うん、チャンスもなかったということだよ ね、 そうですね、何やってたんだっていう感じで、ちょっとそうですよね、残念というか豊さん的には、はい、で阪神、はい、西純也投手を挙げていました、はい、豊さんのコメントです、はい、いや10勝はできる、打撃含めて期待大だね、はい、と言っていたんですが、うん、西純也投手17試合に登板しまして、先発が11、うん、5勝2敗、防御率 3.86 と、で45奪三振、まあまあじゃないか。いやでもそうなんですよ、優勝したしの中継ぎに回りましたしね。でも先発では全くダメだったな今年な、本来は先発のピッチャーなんですよね。まあまあそうだね、途中から中に入ったりだとか、はい、また先発に戻って中に戻ったり、まあ、投げっぷりはまあ良かったけども、うん、期待以上かっていうとちょっと物足りなかったな。そうですよね、なので中継ぎに回ってしまったので打撃がなかなか見られなかった。そうだよまあまあだけどこの若さで、うん、まあまあ優勝に貢献したって言ってもね、うん、いいし、はい、悪くはないと思うですよ、ね、合格点は上げても全然、まあそうだね、もちろんいいですよね、はい、続いて横浜、はい、ブレイクしそうな選手入江投手です、はい、豊さんのコメント、中継ぎ向きだが先発をやらせてあげたいな、うん、というわけで32試合に登板し1勝1敗7ホールド、はい、防御率 2.70 ということで、うん、全く投げれてなかった状態から考えると、はい、まあ、先発することはなかったけども良かったんじゃないの。いいと思います、ね、うん、まあ、中継ぎ向きだがやっぱり中継ぎだったなやっぱ中継ぎ、そう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 、まあだけど、はい、貴重な戦力にはなったと思うよね。そうですね、だからそういう意味では合格点じゃないの。そうですよ、はい、続いてヤクルト、はい、山下投手です、はい、豊さんのコメント、はい、ああもうこれ最初から連発先発ローテ入るねと、1軍登板なし、2軍で1試合で0勝0敗、防御率 18.00。 日本シリーズで投げたんだよね、はい、京セラで、はい、その時見るとさ、うん、あこのピッチャー来年から出てくるなと、うん、思いました。大きく期待を裏切られたと。これはそうでしたね。なんていうのかな故障だよな結局、はい、だからやっぱ体がちょっとね弱いのか、でも持ってるものっていうのはさ、マウンドに上がったらなかなか負けないピッチャーだっていうふうに思うんだよね、うん、粘りもあるし、はい、体をもう少し鍛えなきゃいかんのかなっていう感じはしたね。そうですね、はい、そこさえ整えば本当にあの素晴らしいピッチャーになっていくっていうのはあると思うので、はい、頑張ってほしいなと思います、はい、続いて広島、はい、森翔平投手です、はい、豊さんのコメント、あ先発で見てみたい投手、まあ、そうすればある程度は勝っていけるだろうねと話していました、うん、で今シーズン12試合に登板して4勝2敗、
防御率 4.53 と、まあ、ある程度勝っていく、ある程度そうですよね、投手陣も広島って良かったからね、はい、ある程度、うんうん、なかなかチャンスっていうのは回ってこなかったと思うけども、はい、まあ、その中で、まあ、4勝2敗、うん、まあまあかなっていう感じもするし、うん、ただ課題としたら防御率をもう少しね、はい、まあ、下げてほしいなっていうことはあるけども、はい、来年も期待できるような選手になってきてるっていうことだよね。そうですね、はい、ゆたかさんのコメントすごく面白いですね。やっぱ先発ローテで見てみたいっていうのが多いなっていう感じで、うん、でも俺も先発したからね、うん、まあ、そうですよね。だから先発ローテ入って、うん、まあ、4勝2敗防御率がもうちょっとな、もう少し下げたいところですね、はい。中日豊さん清水、はいはい、投手を挙げていました、はい、コメントです。マルティネスの前にピシッと投げてほしいね、うん、ということで成績は50試合に登板して3勝3敗、25ホールド防御率 3.09、 いいじゃないですか。でも試合数よりも三振数の方が多いからね。54奪三振、あらよ、はい、お前びっちり来たね。いやもうこれはもういや本当にいいですよね。清水君よくやってくれましたよ。清水くんよくやってくれました。引き続き来年もね、まあ、もちろんやっていただきたいですね。ああ、さあパリーグです。ピッチャー、はい、ソフトバンク田上投手、はい、豊さんのコメントです、はい、今年出てこなければいけないよね、はい、今年1軍登板なし、2軍で11試合で11先発で0勝0敗、防御率 3.55。 どうした、そう今年出てこなきゃと言っていたのに。いやそうだよ、はい、監督とそれが合わなかったのがね、分かんないですけど、いやあれだけピッチャー困ってたのにな。そうですよ、ね、まあ、その中で出てこれないっていうことは、まあ、故障もあったのかなっていうのは気もするけどもね、はい、まあ、ただ2軍では11試合出たので、11試合出たって言ってもさ、はい、どんな出方がしたか知らないけどさ、はい、まあ、やっぱ大きく期待を裏切った。まあでもソフトバンクのやっぱ藤本監督だったけども、はい、やっぱ大きく期待を裏切られたっていうふうに思ってるかもからね。もしかしたら力があるピッチャーだからね。そうですね、うん、続いて西武隅田投手、はいはい、豊さんのコメントです。去年の1勝10敗が逆になるような成績を期待、素質はあるよということで、うん、今シーズン22試合22先発で9勝10敗、防御率 3.44、うん、はい、まあ、今年も勝てないのかっていうような滑り出しだったんだけども、まあ、途中から流れを変えたよね自分自身で、はい、うん、負けは先行したけどもさ、うん、まあ、昨年の1勝っていうことはちょっとありえない、うん、まあ、だけど今年9勝したということでね、はい、まあ、自信をつけてて、まあ、来年だな。そうですね、さらにまた来年に期待したいって、まあまあもちろんそうかな、まあ、防御率も悪くないしね。そうです、 3.44 なんで、うん、だから、まあ、そういった意味では、まあ、三振も多く取れてるし、うん、期待は引き続きしてるよ、はい。侍の時でも素晴らしかったじゃない、はい、うん、だからああいうピッチングができて、まあ、自信も得たと思うし、はい、まあ、これからの飛躍にね期待したいよね、うん、そうですね、はい、さあ続いてロッテ豊さん川村投手を挙げていました。コメントです。山崎総一郎のようなタイプだね、波に乗ったら先発で10勝はできる。今シーズン登板なし。どこ行ったの。どっかの波に乗ってたんですか。いや故障してんじゃないの多分。いや力はあるもん。そうか、これ怪我はちょっと予測はできない、ね、怪我は予測、怪我は計算に入れないもん。そうですよね。そうだよ、それ言われてもさ、ただしょうがない。そうですよね、来シーズンから例えば怪我がなく順調であれば本当に山崎総一郎投手のようなピッチャーにはなってほしいな。なんで弱気になる。いやいやいや、なってほしいよ。いやそうですよね、そう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 、なってほしいですよね。期待はしたいですが、はい、さあ続いて楽天です。西垣投手、はい、豊さんのコメント、いや選抜で見てみたいピッチャーだよね、うん、ということで、1試合登板しました。0勝0敗、防御率は 81.00、 0.1 回という1回も投げてないってことに。今1イニングだよね、はい、もうこれも怪我か。これはちょっとなんか成績出ないと全て怪我になっちゃう。いやいや、やっぱおかしいもん、怪我してなかったら出てこないっていうのは。待って待って、おかしい、おかしいだろ。いやおかしいです、おかしいよな。おかしいです、怪我なんだよ多分。怪我、まあ、怪我っていうのは精神的なコンディションも含めて故障とかね、そう怪我だから体調不良とかも全部そうですよね。そうそう、体調不良整えてほしいですね、来シーズン。続いて日本ハム、はい、まあ、矢沢選手、はい、豊さんのコメントです。近藤が FA するなら打者起用に期待だね、はいはい、と言っていました。ピッチャーとして2試合に出て0勝0敗、防御率 0.00、 打者としては37試合に出場して1割7分7厘。そうだな、はい、怪我もあったしな途中でな、はい、それで離脱して力んでたな全てにおいて、うん、バランバランだもん。それはどこからが原因だったんですか、ね、やっぱ結
果を出さなきゃいけないとか、期待に応えなきゃいけないという、まあ、焦りから来るもんだというふうには思うけどもね。そうですね、特に日本ハムはね、あの一軍のレギュラー争いっていうところで結果を出さないとっていうのが非常に熾烈だったので、まあだから逆に言えばよ、怪我の功名ということで、はい、しっかり体を作ったりだとか、一度やっぱりまた原点に戻るというか、まあ、原点に戻るのはルーキーだからな。うん、あのそういった意味では、はい、いい時期を過ごしたかもわからないね。あ、だから起用に対してちょっとまだ早いかなっていうようなスタメン野手として出るにはね、はい、能力はすごく高いものはあったけども、だそういう意味では怪我の功名で、まあ、来シーズンからちょっとブレイクしていきそうな、うん、また取る？もちろんですよ。ああ、もちろん取りますよ。矢沢っていうのを入れたいかなっていう、はい、期待を込めてっていうところですね、はいはい、さあピッチャー最後オリックスです、はい、小野投手を挙げていました、はい、コメントです。阪神時代のような投球ではなく、力勝負でどの程度できるか期待だね。というわけで成績は5試合に登板して0勝0敗、防御率 6.00 と。山下俊平さんにしとけばあったな。でも分かんないからな。一軍一回もないし。そうですね。そうだろ。そうですけど、まあ、一軍一回もない選手たちもいるんですけど、ね、まあまあ確かにな。そっか、あれはしっかりやれよなっていう。ケツ叩きたくなるよね、やっぱり。こっちがね、こっちがね。お前素質があるんだから、もっとやできるかなみたいな。そうですよね。背中押してやりたいぐらいだよ。そうなんですよ。自信持ってみたいな、パンパンみたいな。そうですよね、本当もったいないというかね、期待をしていただけにブレイクすると。そうなんですよね。さあ、続いてじゃあ野手いきますか。はい、巨人。皆さん、秋広選手を挙げてましたね、はい、コメントです。ポジションがないが、そろそろ見てみたい。ということで、成績何がおかしいんだよ、お前よく頑張ったじゃないか、秋広。ポジション取りましたよね、レフト取りました。121試合ですよ、出て2割7分3厘、ホームラン10本、41打点111安打。これはすごいでしょ。これはもうな、もうビタッとはまりましたね。そうだな、ただこっから化けていかないとな、倍の数字が欲しいよね。あー、ホームラン20本、はい、80打点ぐらいのこう成績は見てみたいな。ポジション自分でこじ開けましたね。そうそうそう、だから、うん、いいでしょ。いいでしょ。いやいいですよ、はいはい、続いて阪神、はい、前川右京選手挙げてました、はいはい、コメントです。間違いなく出てくる。あ、岡田監督が好きなタイプだね。もう打撃の質が違う。違ったろ。違った。何が。私は素人なのでちょっとまだよくわかんないんですが、33試合に出まして2割5分5厘、ホームランは0本ですが7打点24安打。いや、この対応力っていうのはやっぱさすがだなと思うけども、はい、森下選手では挙げてなかったんですね。そうだな、うん、まあルーキーだしね、うん、ちょっと荒削りっていうことを聞いてたんで、はい、あげなかったけど、前川っていうのはやっぱ見てても1年目からやっぱすごいなって、いい選手だなって、うん、だからまあ岡田監督がどっかのタイミングで使うんじゃないかなと思ったら、うん、使われ方としたら予想通りだよ。そうです、ね、いや、ただ俺は阪神が優勝するっていうことは考えてたから、はい、ルーキーみたいな選手を長くは使えないと思ってたから、うん、だからもうぴったしだ。いやいや、そうですよね、長く使うとは書いてません。そうだろ、うん、そうです、そうだろ、はい、まあ当たってるといえば当たってる。まあ当たってるよ、大当たりだよ。わかりました。続いて横浜は海老名選手挙げてました、はい、コメントです。海老名と楠本で迷ったけど海老名にかけてみたい、うん、ということで42試合出場しまして1割4分、ホームラン0本0打点の6安打。楠本選手で迷ってたんですか。いや、楠本もいいと思ったよ。ただ、うんうん、ブレイクっていうよりもある程度結果が出てたからね、はい、だから海老名にかけてみたんだ。その通りですね。そう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 、だけどまあちょっとチャンスがもらえなかったかなっていう。そうですね、そうだな、まあ、関根がパーンと出てきたりだとか、それもあります、ね、まあ、そういうこともあるし、はい、なかなかチャンスはなかったけども、うん、最後の方は一軍にね、はい、まあ、定着したし、うん、まあ、まあそれなりにやったのかなという、うん、ブレイクまではいかないけどもね、プチ手前ブレイクみたいな形でしたかね、はい、さあヤクルト豊さん、竹岡選手を挙げていました、はいはいはい、コメントです。ポジションがない、オスナを外して山田をファーストにするのもありかなと。竹岡選手のためにオスナ外して山田ファーストにするのありと言っていたんですが、ないな、ないないなかったか。84試合に出場、2割1分9厘、ホームラン1本、8打点の35安打でした、うん、もっとできる選手だな、うん、そうですよね、だからまあ順調には来てると思うよ、うん、
だからブレイクっていうまではいかなかったけども、まあ、順調に階段は上り始めたかなっていうような、はい、まあ、そんな感じをするよね。そうですね、うん、あの山田選手がやっぱ途中で怪我で離脱の時に、そうだな、で山田選手のそこ沖縄のかというとまだ、いやまだまだ、ね、そら山田の代わりはなかなかいないよ。そうですよ、ね、いないけども階段は一歩上ったかなという感じをするよね。そうですね、はい、続いてカープ末金選手挙げました。コメントです。新井監督と似たタイプだね。新井監督との出会いが転機になるかもということで、なりましたね。本当に65試合に出場、2割7分3厘、ホームラン11本、27打点38安打、まあ、価値あるホームランもね、数本打ってるし、一つのものをつかみかけてるよね、はい、で来年それが本物であったかどうかっていうのは試されるシーズンになると思うけども、はい、非常に順調に来てると来てると思います。でしょ、はい、当たってます。いや当たってるんじゃない、うん、俺は見えてる。ちょっとさ、できない選手だと選手が悪いんだと。いや、それ見えてた、俺は見えてる。そうだ、見えてたんですね。見えてた。じゃあこの選手はどうなの。末金怖かったもんな、もう最後の方は。いや、そうですよ、末金出てきたよって、あ、ホームラン打っちゃったんですよ。そうそうそう、そうだったんですよ、はい、いや見事ですよね。中日です。石川昂弥選手を挙げていました、はい、コメント、2023が勝負だな、1年間かけて怪我なくどのくらいやれるのか期待だということで、まあ、121試合には出ました、はい、で打率も2割4分2厘、13本のホームラン、はい、45打点105安打、はい、順調には来たよね、はい、まあ、チーム事情からいきなり4番というね、はい、まあ、重責があったけども、まあ、数字的には、まあ、順調には来たと思うんだけども、やっぱ怪我というね、体の少しこう弱さというか、はい、まあ、怪我もあったから、うん、そうだったのかもわからないけども、もうちょっと強ければね、はい、4番を打たされるんだったらもう全試合出るぐらいじゃないとさ、うん、だからそういった意味では数字的には来たなっていう感じがするよね。ここでやっぱ細川選手っていうのはまだピンとは来なかったんですね。細川ブレイクっていうよりも必死な選手でしょ。まあそうですね、そうそうそう、まあそうかそうか。続いてソフトバンクです、はい、川瀬選手を挙げていました、はい、コメントです。献身的なチームバッティングに期待したいよ、はい、これはやっぱこう今宮が離脱するとか、はい、まあ、例えばセカンド三森、うん、状態が上がらない時とか、はい、まあ、いろんなこう使われ方はしたけども、それなりにこう成績を上げたという、はい、まず102試合に、いやもうね、振ればヒットっていう時もあったからね、はい、成長したと思う。そうですよね、うん、ということはこれもブレイクしたということでよろしいでしょうか。ほらほよ。続いて西武は若林選手挙げてました、はい、コメント、彼が1番に座るときはチームが活発になる、うん、1年間頑張ってほしいな。コメントもちょっと弱いでしょ、はい、欲しいなって。あ、本当だ。これは1回ねルーキーの時バーンとブレイクしかかって怪我で離脱して、はい、まあ、その年棒に振ったよね、はい、やっぱ怪我との戦い怖さもあったと思うんだよ、うん、これは希望的観測で言ってんな。そうですね、やれる選手だとか、 いけるではなくて欲しい、欲しいでしょ、はい、いやだから欲しかったんです、欲しかったんですよね、うん、ルーキー時代ポッと出てきた時の勢いがやっぱそがれちゃったな。そうですね、うん、本当に鮮烈にデビューして出てきて、そうそうそう、でやっぱすぐ怪我でっていう、だからそれを続けなきゃいけないんだけどもね、うん、そうですね、まあ、戻ってきてもその勢いは保ってなきゃいけないんだけども、はい、ちょっと保ててなかったな。そうですね、うん、まあ、課題だな、はいはい、ロッテ小川選手です、はい、コメントです。あの守備力は脅威だね、手薄なショートのレギュラー獲得になるんじゃないか、うん、ということで、まあ、52試合1割5分、うん、ホームラン0、1打点3安打3盗塁、まあ、ここら辺はさ、うん、やっぱ小川に危機感を感じた、はい、藤岡が、はい、ブレイクした。あ、そうか、だからこれを意識してんの。あらほうよ。多分動画も見たんだ。見たんでしょうね、うん、小川選手を上げてるよと。いや藤岡のバッティングが変わったもん、打ち方も変えたしな藤岡、うん、これから変わっちゃったもん。じゃあここは出る幕なくなっちゃった。そうですね、いや本当に、ね、藤岡の成長があったから、うん、小川がこう抑えられたという、うん、それ以上に成長しなきゃいけなかったんだ。本来はそうですよね。でもまだまだチャンスは残されてる。大丈夫ですか。まあ、まだまだ。続いて楽天、はい、武藤選手、はい、コメントです。バットを無知のように使える、はい、ただ華奢、筋力を増やしてほしい、うん、ということで43試合に出場、うん、2割5分ホームラン1本、9打点22安打でした。まあ、彼の素質からしたら物足りないな。もう1年体を作った方がいいよ。もう1年ですか。いや体を作った方がいいよ。そうか、まだ物足りない華奢な感じ。センスはめちゃくちゃあるんだよ。センスを
出させる体がないんだよね。もったいないですね。耐えきれる体がないと。だから足の速い選手がよく怪我をする、はい、あ、しますね。自分のスピードに追いついていかない筋力しか持ってないんだよ。だからそういうタイプなんだよ。だからもったいないんだよ。鍛えてもう一回戻ってくる、ね、そう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 。さあ日本ハムです、はい、五十幡選手挙げていました、はい、コメントです。あの足を生かすも殺すも打撃次第だな。中央大学なんだからバカって言われないようにしてほしい。バカだったな。そんなことない。いやいや、そうじゃなくてやっぱね、さっき言ったように、うん、でそこにつながるんだよ。速い選手なのに、はい、耐えきれるだけのまだ筋力がないと。あ、そうか。筋力よりスピードが上回ってるっていう選手って、荻野隆とかさ、そうです、怪我しがちですよね。若い頃のな、怪我しがちなんだ よ、 そうですよ、ね、でもそれはもうね、歴代なんかね分かってることなんだよ。そこら辺の折り合いってどうつけていいの？折り合いをつけて大活躍してたのが福本豊さん、まあ、昔の、はい、めちゃくちゃ足速いんだけど怪我しない。へえ。何をやってたかっていうのを門下生として言ってください。どこに今からですか？屋敷もそうだったんだ。自分のスピードに耐えきれる筋力がないんだよ。それを上回っちゃうんだよ、スピードが。だからそのスピードっていうのは羨ましいけどさ、怪我したら何にもならないという。そうですよね。でバッティングが課題だって言うけども、はい、バッティングがすごく良くなってた時期に怪我するんだよ。もったいないですね。ボンバー走るでしょ、はい、打つと、はい、だから怪我しちゃう。そっか。でも打つなとは言えないしさ。そうですよね。 そうです。そこでまあ自分の精神力の中での自己コントロールだったりとか、なんかケアの仕方とかあるんでしょうね。順調に来てたんだよ今年も、はい、だけどやっぱりこうスピードがね、うん、筋力を上回って、はい、怪我につながってるよね。そうですね、はい、最後オリックスです、はい、野口選手を挙げていました、はい、コメントです。彼の思い切りは吉田正尚を彷彿するね、うん、吉田正尚になれる素質はあるよということで、76試合に出場、2割2分6厘、ホームラン2本、19打点、51安打、4盗塁でした、うん、まだまだできるな。こんな数字で終わるような選手じゃないよ、はい、だからブレイクとは言わないけど、うん、まあ、チャンスはもらえるよう、ね、に徐々になってきているという、ね、はい、これは林がね、春先2軍に行った時にショート守ったりとか、うん、いろいろしてたけども、まあ、本来、はい、内野の選手だし、うん、やっぱバッティングを生かして外野にも挑戦させてみたいな、うん、まあ、そういうこともやってたから、球団もそういうふうになれるぐらいのものはあるっていうふうには見てると思うんだよね。そうですよね、まあ、頑張ってほしいなと思うけどね、はい、さあ豊さんのね、はい、ざっと、ピッチャー、野手、ブレイクしそうな選手たち、うん、まあ野手はほぼほぼ当たってんじゃない。あ、当たってねえか。なんで当たってたのはピッチャーは西純也投手、うん、入江投手、森投手、清水投手、隅田投手ですよね、この5名、うん、野手が秋広選手、末金選手、前川右京もそうですよ。前川先生入れますか、うん、石川、川瀬、あ、川瀬選手ですね、うん、5名、5-5だな、12分の5でしょ、4割5分ぐらい、あ、4割、あ、いい、いい、いや、でもバッターとしてはいいですよ。いや、それ全部当たらんぞ、お前。バッターとしてはいいですよ。まあ、5人5人当ててるわけでしょ。あ、でもそうですね。そうでしょ。いや、いいというか、いや、だって素質があるんだけど、じゃ本人たちはやんないんだよ。出た、それはしょうがないじゃん。そうですよ、江田さんのせいではないですよ。俺のせいじゃないよ。だって素質があるのに、うん、ピックアップされるだけ、うん、俺は素質を見込んでるわけ。そうですよね。そうでしょ。なんか江田さん、こんなことも言ってたらしいです。ブレイクしなかった選手は、これだけの素質があって活躍しないあなたが悪いというふうに。そうだよ、その通りだよ。あなたが悪い。あなたが悪い。あなたが悪い。良かった選手は、あなたが良かったんじゃなくて、豊さんが見えてたのがあるんですよね。もちろん。いやいや、僕は期待通りに ね、そんな十分な期待ではないけども、はい、まあ、ある程度期待に応えてくれたという、うん、同じチームでさ、このメンバーがいたとして、うん、5人5人当てたら優勝しちゃうぞ、うん、優勝しちゃう。そうですよね。本当に本当に。そうですよね。それを考えるとすごいっちゃすごいですよ。そうでしょ。そうですよね。なのでやっぱすごいので、これはやりましょう。また2024ブレイクしそうな選手大予想やってもいい。声が、いや、やってもいい、全然やってもいい。やりますか、はい、やりましょう、じゃあ、はい、はい。